もう、我慢できない。え、何よ。そんなの、言えるわけないわ。義士に懇願されて出かけた2泊3日の温泉旅行。ほてった頬と濡れた瞳で、義士はそう言った。俺はずっと自分の運命を呪って生きてきた。なぜなら、愛する女性は尊敬する兄の妻だったから。しかし、兄は数年前にこの世を去り、家の中で微笑んでいる。お願い、一人にしないで。勇気を出して踏み出した一歩が記憶の蓋を開けた。そこから溢れ出したのは、優しく温かい愛の真実だった。俺の名前は原田直也。事務機器メーカーで働く営業マンだ。お疲れ。今日出てもらうよ。外回りは全部終わったのか？相変わらず仕事が早いな。話し込むほど気楽に持ち込めなかったんだ。長居しても印象悪くなるから帰ってきたんだよ。35歳と働き盛りの年齢だったが、当時の俺は高みを目指すこととは無縁の生活を送っていた。父の知人のコネを頼って潜り込んだ会社に過ぎず、取り立ててやりたい仕事もなかった。給料は決して多くはないが、しっかり休日を取れる。気になることがあるとすれば、支社への転勤の可能性があることだけ。特に不満を持つこともなく、怒られない程度に頑張ればいいと思っていた。そんな俺とは正反対だったのが、兄の周一だ。昔から頭が良く、地元のトップ校から国立大学法学部に進学。法律家のプロフェッショナルを育成するロースクールを経て、弁護士となった。口数は少ないが、爽やかな外見で、女性から人気もあった。一方の俺は、学生時代はいつも教室の隅っこにいる、冴えない男。当然、女性からもてはやされたこともない。俺はずっと兄に対して、コンプレックスを抱いていた。順風満帆の道を歩んでいた兄。しかし、病魔に侵されることとなる。兄は33歳の時に結婚。しかし、死期からわずか半年後、会社の健康診断で肺に影があると指摘され、緊急入院することに。良性だったらいいという家族の願いも虚しく、精密検査の結果は悪性。若かった兄は病気の進行の方が早く、みるみるうちに衰弱した。手術を施してもらうも、他の臓器にも転移が認められ、入院からたった3週間後、兄は帰らぬ人となった。その日、義士の美春さんから兄の容態が急変したと連絡を受けた俺は、急いで職場から駆けつけた。兄さんの意識はあるの？目を真っ赤に腫らした美春さんは、弱々しく首を振った。ううん。今晩が山場みたい。どうしよう。大丈夫だよ。これまで失敗したことがなかった兄さんだ。こんな若さであの世へ行くなんてありえないよ。俺はベッドで眠る兄の顔を覗き込んだ。兄の顔は穏やかそのもので、すぐにも起き出しそうに見える。美春さんはすすり泣くように言った。意識がなくなる前、周一さんは言ったの。俺はお前を尊重するって。どういう意味なの？わからないわ。何についてなのか言わないままで。おい、兄さん、どういう意味なんだ？起きたら教えてもらうからな。絶対に起きろよ。しかし、兄は夜が明ける頃に亡くなり、言葉の意味は謎のままになった。兄と美春さんは職場結婚だ。美春さんは、兄が勤める法律事務所の事務員で、結婚する前はバリバリ働いていたらしい。だが、結婚後は多忙な兄を支えるために専業主婦に。二人が結婚してから初めてのお正月、実家で兄を海外しく世話をする美春さんの姿を見て、俺は少し妬ましさを感じた。立派な職業、高収入、そして美しい妻。どれも俺にはないもの。兄はこのまま、俺とは異なる充実した人生を歩み、美春さんと共に年老いていくのだろう。そう思っていたのに。
兄の葬式の日、喪主として気丈に振る舞う美晴さんの姿を見つめながら、俺は新婚時代の二人の姿を思い出した。ねえ、秀一さん、コーヒーでも飲む？ああ。ちょっと待ってね、すぐに準備するから。ぶっきらぼうな兄の返事を気にすることなく、いそいそと台所へ向かう美晴さん。兄の亭主関白ぶりに俺は、もっと美晴さんを大切にすればいいのにと苛立っていた。彼女の優しさは、そんな俺にも受けられる。直也さんも飲むかしら？あ、はい、よろしくお願いします。尽くされることに不慣れな俺は、ひれ伏すように頭を下げる。そんな俺の姿を見て美晴さんは、気にしないでいいのよ。誰かの世話をするの好きだから。そう言って笑った。いつも兄の三歩後ろを歩く奥ゆかしい女性。自分なら彼女をもっと幸せにできるのに。俺は密かに思っていた。兄の死去により、美晴さんと兄の短い夫婦生活は幕を下ろした。俺の両親は美晴さんの再婚の足かせになってはいけないと、法要は自分たちでやると申し出た。兄がいなくなり、居場所がないと感じたのだろう。三回忌を最後に、美晴さんからの連絡は途絶えた。あの子も若いから、そっとしておきましょ。そうだな。これからの人生の方が長いんだしな。そう言って両親は、美晴さんのことを気にかけながらも、探し出すことはあえてしなかった。それなのに俺が美晴さんのことを気にしていたら、彼女への思いがバレてしまう。そんな気がして、俺は無関心を装い続けた。美晴さんと会わなくなって3年。俺はというと、兄の年齢を超えたが、独身のまま。兄のように、俺も突然人生の幕が下りるかもしれない。そんな不安から、お見合いの話すら受けられないでいた。しかし同時に、このままではいけないという焦りもあった。人は唐突に旅立つことがあるからこそ、限られた時間を有意義なものにしたいという思いも、日増しに強くなっていったのだ。なかなか行動に移せないでいる俺の中途半端さを見抜いたのだろう。上司が突然、地方の支社への左遷を言い渡した。お前もお兄さんが亡くなり辛いだろうが、前に進まないと。そう言って、俺の肩をポンと叩いたのは、部長の山下だ。いつも俺を見守ってくれる師匠のような存在でもあった。会社の売り上げに貢献できるように頑張ります。約束だぞ。俺の期待を裏切るなよ。俺は山下部長に見送られ、縁もゆかりもない地方へ赴任した。想像以上に偏僻な左遷先にショックを受けるものの、悩んでいる暇はない。支社へ到着すると、早速取引先の資料が渡される。前任者が突然辞めてしまい、仕事がだいぶ溜まっているようだ。わからないことだらけですが、足を引っ張らないように頑張ります。高橋支社長のもとへ挨拶に行くと、笑顔で俺を出迎えてくれた。君は山下部長のところにいたんだよね。それなら、期待してもいいってことかな。そう言いたいところですが、私はちょっと。そんな謙遜しないで、これから頼むよ。山下部長は俺と違って社交的だ。どこへ行っても、あの人の部下なら大丈夫と太鼓判を押されてしまう。自信を持ってはいと返答をできないまま、俺は営業車に乗って外回りを始めた。前任者はあまり仕事熱心ではなかったようだ。取引先の反応は芳しくなく、不安を抱えながら挨拶回りをする。そして3店舗目。俺がやってきたのは駅前にある法律事務所だ。こじんまりとしているが今風のガラス張りのビル。どことなく似ている外観を見たことがある俺は、ドアを開けたら元気な兄がそこにいるような気がした。そんなことがあったら再会を喜ぶのか、はたまた嫉妬するのか、さまざまな感情に押しつぶされそうになる。とはいえ、営業リストにある以上、逃げることはできない。俺は恐る恐るドアを開けた。はじめまして。この度担当になりました、原田直也です。あれ、もしかして。
パソコンに向かっていた女性が顔を上げた。美しい顔立ちに俺の心臓が高鳴る。忘れるはずはない。そこにいたのは美晴さんだった。やっぱり直也くん。久しぶり。何年ぶりかしら。美晴さん？どうしてこんなところに。その日の夜、美晴さんに誘われて駅前のこじんまりとしたレストランで再会を祝った。以前に働いていた事務所は思い出がたくさん詰まっているでしょ。できるだけ遠くに行きたくて友人のつてをたどってこの法律事務所でお世話になっているの。俺は上司に営業として一皮むけろって、修行のための転勤です。一通りの近況を報告し合った後、俺と美晴さんと他愛もない会話をした。兄の話はあえて持ち出さなかった。新しい恋人がいても不思議ではない、そう思いたくなるほどの彼女の美しさに俺は言葉が出なかったのだ。しかし俺はどうしても彼女の現状が気になってしまう。そこで一週間後、悩みに悩んで美晴さんに電話を入れた。兄が亡くなってだいぶ経ちます。今は、その、誰かと一緒に。ビクビクしながら美晴さんに尋ねる。美晴さんは一瞬口をつぐんだが、穏やかな口調でこう言った。ううん、今でも一人、というか一緒にいる人はいるけどね。突然の告白。そして美晴さんに言われた。気になるなら週末うちに来て、それで全てがわかるわ。そして日曜日、俺は美晴さんが住んでいるアパートを訪ねた。今にも崩れそうなオンボロアパート。俺は何かの間違いかと思い電話を入れると、美晴さんは、そこの2階で会っているわ、階段はミシミシきしむから気をつけてね、と言って笑った。そしてついに美晴さんが暮らしている部屋の前に。ようこそ。びっくりしたでしょ。美晴さんに促されて部屋に入ると、早速棚の上の写真が目に入る。兄の写真。横にはビールの缶が置かれていた。一緒にいるって、もしかして兄さんのことですか。ええ、曖昧な言い方をしてごめんなさい。今でもこんなことしてるって知られるの恥ずかしかったから。美晴さんはそう言って小さな台所に立ち、何やら準備を始めた。せっかくだから周一さんの好物をご馳走するわ。そして俺の前にすっと差し出したのは豚汁だ。周一さん、いつも仕事で帰りが遅かったでしょ。夜遅くにいろいろ食べるのは辛いって言うから、これで済ますことが多かったの。人参、ごぼう、いんげん、大根など具沢山の豚汁だ。噛む必要がないほどトロトロに煮込まれている。兄は野菜が嫌いだったはずです。こんな具沢山の豚汁が好物だなんて。それだと先々困るだろうと思っていろいろ試した結果、豚汁に行き着いたの。味付けが濃いめだから野菜の味が気にならないみたい。美味しいっていつもおかわりしてくれたわ。美晴さんは思い出に浸るように目を閉じた。こんなに素敵な女性が一緒になってくれたのに、突然この世を去ってしまう兄は本当に罪な男だ。その時、俺はアパートの外の物音に気がついた。誰か来ているようですが、何か始まるんですか。アパートの修繕の下見よ。再来週から工事が始まるの。そうなるとだいぶ騒々しくなりそうですね。俺がそう言うと、美晴さんは控えめな笑顔で言った。再来週はちょうど連休だから、2泊3日で温泉旅行に行こうと思っているの。周一さんも温泉が好きだからきっと喜ぶわ。まさか兄さんの写真を持っていくとか。そうよ。ここに一人じゃ寂しいでしょ。兄が亡くなって6年も経つのに、悲しみに浸る美晴さん。兄の写真に話しかけ、一緒に食卓を囲む、そんな生活をしているようだった。戸惑う俺の心を
どれだけ見透かしているのだろうか。美晴さんは思いがけない提案をしてきた。もし時間があったら一緒にどう？一緒にって何をですか？温泉旅行よ。実は宿泊は2名分を予約しているの。もしかして兄の分も？ええ。変な女でしょ。一人で宿泊したら宿の人も心配するから同行してほしいの。宿に着いた後は自由時間だから安心して。突然の提案に俺は驚いた。奥ゆかしい美晴さんが別の男性を旅行に誘う？しかも誘っているのは亡き夫の弟だ。俺はというと、行きたいという思いと兄への罪悪感の狭間で心が揺れる。だが兄を忍んでの温泉旅行だ。俺が過剰に意識する必要はないと自分に言い聞かせ、嬉しさを必死で隠してこう言った。そういうことなら仕方ないですね。ご一緒します。俺は初めて女性と泊まりの旅行をすることになった。俺と美晴さんは温泉宿の最寄り駅で待ち合わせした。緊張もあって俺は予定より1時間前に到着。駅前のベンチで待っているとぴったりの時間に美晴さんがやってきた。待たせちゃってごめんなさい。30代後半とは思えないポニーテール姿の若々しさに俺は動揺する。温泉宿は路線バスに乗って30分ほどのところ。彼女が大事そうに抱えるカバンの中には兄の写真が入っているのだろう。乗車中、美晴さんは膝に置かれたカバンをずっと見つめていた。宿に到着し、受付でチェックインを済ませ、おかみと話しながら部屋に向かう。女湯はこちらです。旦那さんはあちらをお使いくださいね。どうやらおかみは、俺と美晴さんは夫婦だと勘違いしているようだ。俺は、旦那さんじゃないですと言おうとするが、おしゃべりなおかみの耳に俺の声は届かなかった。そして、俺たちが案内された部屋は、昔ながらの畳の部屋。障子を開けると緑の雄大な自然が広がっている。遠くから聞こえるのは川のせせらぎ。そんな自然に囲まれた場所で俺と美晴さんの温泉旅行がスタートした。美晴さんはおかみが去ったのを確認すると兄の写真を取り出し小さなテーブルに置く。久しぶりの温泉で喜んでいるわ。しかも弟も一緒だし。美晴さんの話し相手はあくまで兄。俺は居心地が悪くなった。兄さんといろいろ話したいこともあるでしょう。俺は散歩にでも行ってきます。そう言ってそのまま外に出ようとした。ところが美晴さんはというと心細そうな表情。俺のシャツの裾をつまみ遠慮がちにこう言ったのだ。こんなに広い部屋で一人は寂しい。周一さんが亡くなった後のことを思い出すから。俺はハッとした。兄が亡くなった日からずっと美晴さんは人知れず孤独に苦しんでいたはずだ。孤独に寄り添ってあげることが義理の弟としての俺ができることかもしれない。美晴さんさえよければここでゆっくりします。ありがとう。誰かと一緒に過ごすのは久しぶりだから嬉しいわ。夕飯の時間まで1時間以上あるが、共通の話題といえば亡き兄のことだけ。思い出話も尽きてしまった俺たちは手すりに寄りかかり川のせせらぎに耳を傾けた。そして夕飯の時間、素朴な田舎料理の数々がテーブルに並べられた。全くの偶然であるが兄の好物だった豚汁も出てきた。美晴さんの豚汁は優しい甘みがありますよね。宿の豚汁は少し塩気があってこういうのも美味しいですよね。ここの豚汁は赤味噌ベースね。私は白味噌にちょっと砂糖を入れているの。兄さんは甘党だからですか？正解。俺たちは顔を見合わせて笑った。この時の俺の感情はとても複雑だった。兄を失った悲しみと大切な人の思い出を共有できる喜び、そして体にじわじわと澄み渡る癒しの感情に俺はどう向き合えばいいのか分からず葛藤していた。
そんな時、美晴さんが思いがけない過去を打ち明けた。豚汁を食べたら急に思い出したんだけど、実は新婚時代、別れ話が出たことがあったの。え、そうなんですか。秀一さんは濃い味派、私は薄味派でしょ。私の食事にストレスを感じてしまったみたいで。俺の記憶ではすごく仲が良かった印象です。状況が変わるきっかけがあったのですか。一番は専業主婦になったことかしら。空いた時間にレシピをいろいろ研究して、秀一さんの好みの味で健康的な食事を出せるようになったの。それで秀一さんとの関係も修復できたって感じかしら。もしかして本当は仕事を。それは何とも言えないわ。優先順位としては家庭が一番だもん。美晴さんは寂しそうに笑った。夕飯を食べ終わった俺たちは温泉に入るため、昭和の雰囲気が漂う廊下を歩く。女湯があるのは右側だ。男湯は少し歩いた先の左側にある。俺たちはじゃあねと言って別れた。源泉かけ流しの柔らかなお湯の感触は、俺の乾いた心を癒してくれるようだった。女湯には美晴さんがいる。俺と同じように、この温泉を楽しんでいるだろうか。もしかしたら、兄を思い出し涙を流しているかもしれない。そう思うと落ち着かなくなった俺は、少し早めに部屋に戻る。しかし、部屋には誰もいない。テレビを見ながら待っていると、ドアがガラリと開いた。あれ、ずいぶん早いけど、ちゃんとお湯に浸かったの？湯上がりの美晴さん。浴衣姿が彼女をさらに艶っぽくしており、俺は目をそらす。もともと俺は長風呂じゃないんで、美晴さんこそもっとゆっくりすればよかったのに。なんだか落ち着かなくなっちゃって、どうしてかしら。そう言って美晴さんは俺の横にちょこんと座る。温泉で体がすっかり温まったのだろう。頬はピンクに染まり、しっとりした髪の美晴さんにいけないと思いながらもドキドキしてしまう。兄さん、ごめん。心の中で俺は兄に詫びた。そして夜、俺たちは部屋の両端に布団を移動させて寝た。ずっと壁側を向いていたため美晴さんの様子はわからない。小さな寝息、そして寝返りを打つ音が聞こえてくる。どうにも気になってしまい、俺は寝たり起きたりを繰り返した。結局どのくらい寝たのかわからないまま朝を迎える。おはよう。ゆっくり寝れた？というか、ほとんど寝ていないでしょう。美晴さんを見ると、俺と同じく目が真っ赤だ。いびきをかいたら悪いと思って。秀一さんも結構いびきをかいていたのよ。そういうのは慣れているから心配しないで。美晴さんは、ことあるごとに兄の話を持ち出す。彼女との間に立ちはだかる兄の存在の大きさに、俺は少しだけ悔しくなった。今日はどこに行こうかしら。連休だから観光地は混んでいるかもね。どこからかせせらぎの音が聞こえてきますよね。その川に沿って散歩するのはどうですか。賛成。何が起こるかわからない感じがすごく素敵ね。俺たちはせせらぎが聞こえる方向に歩いていくと、5分ほどのところに小さな川を見つけた。遊歩道があるのね。上流はこっちの方かしら。普段はのんびりした雰囲気なのに、何かに追い立てられているように歩き出す美晴さん。兄と一緒にいる時はいつも3歩後ろを歩いていたのに、意外と活動的なんだなと知った。散歩なんですからのんびり歩きましょうよ。俺は必死で美晴さんを追いかけた。目的もなく歩くこと1時間。気づいたら俺たちは隣町まで足を伸ばしていた。森林に囲まれた宿の周辺とは対照的に田んぼが広がっている。少し歩くだけでこんなに景色って変わるのね。秀一さんにもこの景色を見せてあげたかったな。美晴さんは相変わらず兄の話をしている。目の前にいるのは俺だというのに、俺の中に言葉にならない感情が湧き上がった。
兄はいつも手の届かないところにいる人。勉強ができて、立派な職業について、美しい女性と一緒になった。嫉妬の感情が俺の心臓を締め付ける。そしてついに、禁断の質問をしてしまう。美晴さんはどうして兄さんの話ばかりするんですか。亡くなってもう6年も経っているんです。子供もいないことですし、兄さんから自由になっても。俺の言葉にハッとした顔をする美晴さん。しかし彼女以上に驚いているのはこの俺だ。なぜこんなことを言ってしまったのだろう。すぐに後悔の気持ちが湧き上がる。すみません、出過ぎたことを言ってしまって。美晴さんを見ると悲しそうな顔をしていた。必死で涙をこらえているのか、目は潤んでいる。そしてわずかに震える口元。何かを言おうとしていた。あのね、何ですか。もう私はもう。言いたいことがあれば正直に言ってくださって大丈夫です。悪いのは俺なので、何を言われても全てを受け入れますから。美晴さんは俺の目をじっと見つめる。しばらく沈黙していたが、いきなり大きな声で叫んだのだ。もう我慢できないの。一体何が。俺は意味が分からずキョトンとする。すると美晴さんは潤んだ目で俺を見つめ、こう言ったのだ。何が我慢できないって、そんなこと言えないわ。そのまま宿の方へ足早に戻っていく美晴さん。俺はというと追いかけようとするが、足が動かない。結局田んぼの真ん中に取り残されてしまった。一体美晴さんは何が我慢できないのだろうか。兄の話をすることなのか、それとも俺と一緒にいることなのか、ひたすら散歩をすることが苦痛だったとか、いろいろ頭に浮かぶものの、決定打となる結論は見つからなかった。真っ白な頭を抱えて温泉宿に戻ると、部屋は真っ暗。腕時計を見るともう夕飯の時間。俺は慌てて食堂へ向かう。先にいただいているわ。食べ終わったら先に戻る。ひどく愛想のない美晴さん。いつもの奥ゆかしさはひとかけらもない。怒らせちゃったとしたらすみません。ひどいことを言ったと後悔しています。いいのよ、悪いのは私だもん。悪いなんて。愛する夫を思い続けることは当然のこと。悪いのは俺だ。俺は目の前にいる美晴さんを見つめる。心細そうにしている姿に俺の心は熱くなった。彼女を幸せにしたい。笑っていてもらいたい。俺は自分の美晴さんへの思いが揺るぎないことを改めて認識する。しかし時間とは残酷なものだ。沈黙のまま夕飯の時間を終え、俺たちは温泉へ。男湯と女湯は昨日とは逆。俺が右側の男湯に、左側の女湯に美晴さんが入っていく。いつも別々の方向に歩いている俺たち。乗り越えられない高い壁がある現実を突きつけられた。お湯に浸かってぼんやりしていると、いつの間にか1時間以上も過ぎていた。のぼせてしまったのだろう。体が宙に浮くような感覚に襲われながら、やっとのことで部屋に戻る。そこにいたのは湯上がりの美晴さん。窓の外を見ながら物思いにふけっている。俺は頬をしっとりと濡らすものに気がついた。あれだけ兄さんに尽くしていたのですから、今でも辛い思いを抱えていることはわかります。必要以上に饒舌になる俺に、美晴さんは無表情のままこう言った。ううん、そうじゃないの。違うって。はっきり言うわ。私は罪深い人間なの。生きていく上で我慢するべきことはある。でも私はそれを我慢できないんだもの。
心に封じ込めていた感情が溢れ出したのだろう。三春さんは大きな声でワンワンと泣き出した。驚いた俺は慌てて彼女のもとへ駆け寄る。俺があんなことを言ったから、三春さんは何も悪くありません。違うの。私は本当に悪い女。結婚した相手がいるというのに。三春さんの涙は頬を伝い、畳をしっとりと濡らす。俺はこの時気がついた。好きな人がいたんですね。でも兄さんはあなたと一緒になれて幸せでした。大きく息を吸って俺は三春さんに告げた。自分の本心ではないことを。好きな人がいるなら遠慮しなくていいんです。兄さんが亡くなって何年も経っていますし、あなたがこの先もずっと一人ぼっちでいることを兄さんは望んではいないと思います。三春さんの反応はない。下を向いたまま肩を震わせるだけ。大丈夫ですか。俺はそう言って三春さんの小さな肩に手をかけた。すると三春さんは大粒の涙を流しながら思いの丈をぶつけ始めた。喜びや悲しみを分かち合いながら人生を歩むこと、それが私のたった一つの望みなの。今日は大変だったね。あなたこそご苦労様って。お互いをねぎらい合えるパートナーと一緒に行きたいの。そう言った後、三春さんは何かに思いを馳せるような表情をしてこう言った。結婚してすぐに迎えたお正月、家族と集まった日のこと覚えている？え？ああ、はい。みんな美味しいって私の手作りのおせち料理を食べてくれた。すごく嬉しかったけど、シンクに投げ込まれたお皿の山を見てちょっと悲しい気持ちになっちゃったの。俺はその時の光景を思い返す。この時俺は彼女が何を言いたいのかまだわからなかった。そんな時、ある人が声をかけてくれたの。自分がやりますよって。そして手慣れた様子でお皿を洗ってくれた。え？それって。その時に私は思ったの。私が望んでいる幸せはこれなんだって。手を取り合って人生を歩みたいんだって。俺は必死で記憶の糸を手繰り寄せる。お正月に家族で集まった思い出、三春さんが美味しいおせち料理を振る舞ってくれたこと。秀一さんはお給料が多い分仕事が忙しかったから家庭に専念することには納得していたんだけど、私のことをちゃんと見てくれていたのかなって。そう思って悲しくなってた瞬間、あなたは言ったのよ。自分がやりますよって。みるみるうちに記憶がよみがえった。違う、あれは。兄さんをはじめ家族は三春さんをこき使っていたわけではない。会話に夢中になり気がついていなかっただけだ。俺はというと、みんなの難しい会話についていけずその場から抜け出したに過ぎない。もちろん三春さんの寂しそうな背中が気になったこともあるが、表向きはあんなに尽くしていながら、あの一言がきっかけで違う男性に思いを寄せてしまった。だから私は誓ったの。この先誰とも結婚しない。それで罪滅ぼしになるって。そして三春さんは大きく深呼吸をして俺の目をしっかり見つめてこう言ったのだ。そう思いながら温泉旅行を計画していた時、私の目の前に現れたのがあなただったの。最後の思い出として2泊くらいってあなたを誘ったの。そんな。秀一さんの写真を持ってきたのは過ちを犯さないという決意の表れ。そんな薄っぺらい決意、すぐに打ち砕かれちゃったけどね。三春さんは全てを打ち明けて心がすっきりしたのだろう。鼻をこすってえへっと笑った。日頃の上品な振る舞いから想像もできないお茶目な笑顔だった。
その日の夜も相変わらず俺たちは部屋の両端に布団を敷き、遠く離れて眠りについた。美春さんは肩の荷がすっかり降りたのだろうか、小さな寝息を立てながらぐっすり眠っている。俺はというと、美春さんの言葉が頭の中をぐるぐるしている。そんなはずはない、確かにそう言ったと自問自答する俺。結局その夜も一睡もできなかった。翌朝、美春さんの思いに対する結論は出ないままチェックアウトする時間になった。気まずい空気のまま俺たちはバスに乗り、最寄り駅まで戻った。俺は自宅方面へ向かう電車のホームへ、美春さんも同じ方向のはずだが別の方向へ歩き出した。そっちは逆ですよ。ううん、いいのよ、私はこっちだから。どういうことですか。俺が尋ねると、美春さんは人目もはばからず大きな声で打ち明けた。実はあのアパートを引き払ったんだ。改修工事が始まるからいいタイミングだと思って。あの法律事務所もあなたと会った日が最終日だったの。私は実家に帰る、あなたのお兄さんと一緒に。男湯と女湯と別々の方向に歩いていた俺と美春さん、そして今も。そんなこと耐えられない。気がつくと俺は自分の思いを声に出していた。ずっとずっと心の内に秘めていたことを。少しだけ俺の話を聞いてください。俺の言葉に美春さんは驚いて立ち止まった。俺にとって兄さんは手の届かない憧れの存在でした。そしてあなたにもずっとずっと憧れていました。でも兄さんは立派な人だから、あなたは幸せなんだと自分に言い聞かせて。美春さんは俺の目をじっと見ている。この時の俺は不思議なほど恐れるものがなかった。お正月、台所に立つ美春さんの寂しそうな背中を見て、後ろから抱きしめたいという思いをこらえていました。それは今でも同じです。あなたのことを抱きしめたいです。あなたの苦しい思いが少しでも和らぐなら、いつもあなたの支えになって時々は甘えさせてもらいたいです。美春さんの美味しい豚汁を食べて、俺はカレーをご馳走します。このくらいのことしかできない俺ですが、一緒になってください。俺の言葉に美春さんは悲しそうに首を横に振る。ありがとう、本当に嬉しい。でもやっぱり許されないわ。どうしてですか。私たちは義理の姉と弟という関係だし、秀一さんが亡くなったからあなたと一緒になるなんて、いくらなんでも身勝手すぎる。美春さんの返事を聞いた俺は無意識のうちにこう言っていた。それなら1年後にここで会いましょう。でもあなたが心変わりしたら、この約束は忘れてください。ありがとう。直也さんも気持ちが変わったら遠慮しないで忘れてね。俺たちは涙を流しながら笑った。そして反対方向へ向かう電車にそれぞれ乗った。それから1年の間、俺は支社で懸命に働いた。社会的地位だけで言えば兄を超えることなどできない。しかし俺なりに全力を尽くそうと思ったのだ。おい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 、一体どうしたんだよ。支社から報告が来たんだけど、営業成績は爆上がりらしいな。俺に異動を命じた本社の山下部長から連絡が入った。いつまでも中途半端なことしていられませんから。もしかしておめでたい話でもあるのか。いえ、そういうわけじゃ。まあいいって、そのうち嬉しい便りでも来そうだな。山下部長は左遷を命じた後ろめたさがあったのか、俺の活躍に大喜びしていた。1年の間、会社に対する貢献から俺は2度も表彰された。大きな契約を獲得したことを評価され、報酬もアップした。しかし今の俺にできることは粛々と努力し続けるのみ。自信を持って美春さんに会うことが俺の全てだった。
もちろん彼女が来るとは限らないことも俺は理解していたが。そして約束の日、俺は温泉旅行で訪れた駅へ向かった。心配性の俺はやっぱり1時間前に到着してしまう。しかし俺は焦っていなかった。こんなドラマみたいな再会がこの世であるはずもない。心のどこかで諦めていたからだ。改札口前のベンチに座り、来るのかわからない美晴さんを待つ。反対側のホームに電車が止まると、地元の人やら観光客やらがゾロゾロと出てきた。しかし美晴さんらしき人はどこにもいない。やっぱりいるわけないか。俺は立ち上がり、その場を離れようとした。その時、直也さん！声の方を振り返ると、そこにいたのは美晴さんだった。実はね、2時間前にこの駅に着いちゃったの。ずっとベンチに座っているのも恥ずかしいから、あそこにある木の陰に隠れていたんだ。俺たちは走り寄って抱き合った。悲しみと後ろめたさ、それらを乗り越え、いや正確には乗り越えられたわけではない、負の感情を共有しながら、二人で新しい人生を歩み始めようとしているのだ。美晴さんは泣きじゃくりながらこう言った。1年の間すごく寂しかった。あなたの前から去ったことを後悔した。毎日一人部屋で泣いていたわ。その時思い出したの、周一さんが亡くなる前に言った言葉。もしかして俺はお前を尊重するって言葉のこと？意識を失う前、周一さんは苦しそうにしながらも少しだけ笑ってこう言ったの。自分の気持ちに正直になれ、好きな人がいるんだろう、それなら私の決断を尊重するって。周一さんは目を閉じてそのまま。兄の亡くなる間際の言葉に俺は呆然とする。なぜなら俺自身も兄の苦悩を別の形で知らされていたからだ。実は俺、美晴さんとこの駅で別れた後、あんな約束するんじゃなかったって後悔した。兄さんを超える自信は少しもなかったから。でも1ヶ月くらいした頃かな、お袋から電話が来たんだ。家族の集まりで、いつも美晴さんのことを見ていたでしょって。何も言わないまま言ってしまったけど、お兄さんも気がついていたのよって。病気が発覚してすぐお袋にこう伝えていたらしいんだ。俺と美晴がどのような決断をしても反対しないでくれって。もしかして四季を悟って？そんなこと私は全然。それからしばらくの間、俺たちは駅前で涙を流し続けた。そしてあの思い出の温泉旅館へ行き、大切な時間を過ごした。直也さん、起きて起きて。暖かさに包まれた俺の体を誰かが揺り動かしている。夢の中にいるような奇妙な感覚。うわ、もうこんな時間。朝ごはんはテーブルの上に用意してあるから、まずは顔を洗って。夢ではなかった。俺たちは夫婦として温かい家庭を築いている。俺は支社における営業成績が認められ課長に昇進した。美晴は俺たちが再開したあの法律事務所に復帰、いわゆる共働き家庭というやつだ。もう一つ嬉しい報告がある。美晴は高齢出産を乗り越え、娘をこの世にもたらしてくれた。妻に似て透き通るような肌の可愛い娘。ふと兄の写真を見ると、幸せな日々に罪悪感を感じてしまう。そういう気持ちを持ち続けているからこそ、幸せな家庭を築こうって思いが深まるのかもしれないわ。そうだな。だからこそ兄さんにも感謝しないと。俺たちは写真を見つめながら笑った。そして一緒に台所に立ち、皿を洗い始める。昨日は帰りが遅くて大変だっただろう。あなたこそ、娘の世話を任せちゃってごめんね。
悲しみと喜びを分かち合い協力し合う日々はこれからも続く。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の2人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様はすぐに画面下のチャンネル登録と通知をベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。